もしあなたにいきなり子供ができたらどんな反応をするだろう？どんな生活になるか想像できないという人が多いんじゃないかな。今回の一致はニート生活を送っていたらいきなり息子ができたっていう話だよ。スレミンも期待しかない話だけど、一体どんな展開と結末が待っているんだろう。ニートだった俺にいきなり息子ができた、前編。書きためなし、寝落ち勘弁。気になる。はよ書いてや。引率ニートだ、飛び級したとはいえ大学院まで行かせてもらってニートとか親不孝なのは自覚してた。実家でゴロ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 。夏、ばあちゃん家フラット行くとちょうど神社祭か何かをやっていた。祭りに行ってその辺のおっさんらと話してみた。すると彼らはこの辺は飯食う店がねえんだよな、と口々に言う。聞けば、老夫婦がやっていた店があったんだが奥さんが倒れて閉めざるを得なくなったらしい。ばあちゃん家帰り、ばあちゃんにその話をした。その店は味はそこそこであんか、それなりにいいお店だったらしい。あんたどうせ働いとらんなら店やんなさいよ。と冗談を言われたけどふといいかもしれないと思ってしまった。期待してる。翌日、その店に行ってみるとなんやかんやあって俺が従業員って形で店を再開するのも良さそうだってことになった。奥さんの世話があるから、おっちゃんは今まで通り働けるわけじゃなかったがその分、俺が頑張ることで話がついた。お店をやっていただけあって仕入れとかパイプは問題なかった。ふむふむ。遅いけどやっぱり待ってしまう。なんか忙しくてすまん。おっちゃんに色々教えてもらいつつ資格も取りつつ何回目かの夏になった。飲食店の厨房は灼熱地獄、汗だくになりながらも店をやっている日々、その頃にはおっちゃんが出られない時は一人でやるようにもなってた。そんなことからお店を任されるようになってしまった一致、この後何が起こるんだろう。俺が一人の客足も落ち着いた頃、少し涼もうと外に出てタバコを吸ってた。すると一人の少年が店の前で立ち止まった。その時の少年は物欲しげな顔をしてた。よ。ペコ。小さくお辞儀をすると少年は走っていった。ほん。完結させろよ。呼んでるよ。はよ。携帯で書くのしんどいな。数日後、また俺が一人の日、またタバコを吸いに外に出ようと扉を開けるとまた少年がいた。おう。どうした？申し訳なさげな顔をしてじっとしてる。別に子供が好きとかそんな性格はしてないけどさすがにそんな表情をしてる子供をほっとけなかった。ああ、あまりもんでよければ食うか？少年の顔が一瞬明るくなった。お？と思う間にまた申し訳なさげな顔になる少年。当然、余り物なんかあるわけはないんだけどつい口をついて出た。まさか丸太されてるわけじゃないよな、とか嫌な考えが頭をよぎった。伸びてヨレヨレの T シャツに暗い表情、話しかけても反応は薄い。俺じゃなくても、この少年が恵まれた家庭の子ではないだろうってことはすぐに想像できたと思う。とりあえず入んな、ほら。少年は躊躇してる。余り物で金は取らないから安心しなよ。ごめんなさい。心底申し訳なさそうな顔をして、戸惑いながらも店に入った。なるほど、1は3時か。嫌いなもんある？何でも食える？コク。なかなかめんどくさい子供だと思った。とりあえずカツ丼を作った。作ってる間、少年はずっとそわそわしていてやっぱり帰るって言い出しそうだから目を合わせないようにしてた。作ってから気づいたけど子供用に少し少なめに作ればよかったと思った。余ったら俺が食うか、と思ってそのまま出した。少年は唾を飲みながらまじまじとカツ丼とにらめっこをしていた。なかなか食べようとしない。早く食べないと冷めちゃうよ。ごめんなさい。ようやく食べ始めた。少年と交流を持ち始めた一致。この少年の正体も気になるね。食い切れなかったら残していいからな。とは言ったものの、少年はものすごい勢いでカツ丼を平らげた。見た限り、食べ方も汚くないし箸だって正しく使えてた。普通、丸太されてるような子なら箸の持ち方とか教わらないんじゃないのかなとか思ってたから意外だった。食べ終わった少年は少し明るい表情になってた。腹いっぱいか？うん。いつも昼飯食わないの？お母さん仕事だから。そうか、またいつでもおいで。でも、余ったら捨てちゃうんだし、食べてもらった方が助かるんだ。店の外に少年を送り出すとしっかりお辞儀して歩いていった。その夜、おっちゃんに少年のことを聞いてみた。この辺に男の子いるよね？男の子？小学低学年くらいの。いやー、おっちゃんとこのまさきしか知らねえや。痩せてておとなしい？いや、デブだな。もう高校生なしな。おっちゃんひでえ、しかもなんで高校生の話してんだよ。どうやら、まさきがこの辺じゃ最年少らしい。あとは赤ん坊しかいないらしい。つまり、おっちゃんネットワークにはあの少年の情報はなかった。丸太があれば田舎ネットワークは一瞬で広がるはずなのに。翌日、少年は来なかった。仕事も終わって、おっちゃん夫婦と飯食ってると。あ、俺たち明日からいないから、店頼むぞ。え？どっか行くの？神さんと払い行ってくる。明日？急すぎだから。なあ、お前だって大丈夫だろ？いや、まあ多分。
にゃ頼んだ。2週間一人ぼっち確定。呼んでるよ。翌日、またタバコを吸いに外に出ると少年がいた。もしかして昨日も来てた？あ。気まずそうにしてるとこを見ると昨日も来ていたようだ。まあ、入んなよ。戸惑いつつも店に入ってくる。やっぱり食べるつもりで来てるらしい。急に2週間の留守を預かることになった、イッチ。さすがに1回食べてると少し会話もできるようになった。母さん仕事の日は毎日昼抜き？夏休みだから。普段は給食だな。うん。朝と夜は？お母さんいるときは食べてる。いないときは抜きか。家はお金ないから。でんで。そんな感じでほぼ毎日のように食べに来るようになった。どこに住んでんの？まるまる、この前引っ越してきた。はあ、なるほど、親の仕事でか。うん。父さん？お父さんいないから、お母さん。そっか、母さん好き？好きだけど、ちょっとうるさいかも。うるさいか、母親ってのはそういうもんだ。割とよく喋る子だってことがわかった。少しずつ打ち解けてきた少年、この後新たな展開を迎えるよ。お互いに干渉とかするほど仲良くなったある日、混んでいてクソ忙しい時に珍しくギャルらしい女が店に来た。すみません。はい、いらっしゃい。ちらっと見ると、金髪ロングに色白で目鼻立ちがくっきりしてる。見る人が見れば美人というかもしれないが一目見てわかった。こいつは嫌いなタイプだ、だってギャルらしいんだもん。ああ。お互いに干渉とか、どんな仲間で発展してんだよ。子供の遊びだぞ、大人の感情じゃないからな。ギャルギャルしいのは責任もつかず。ゆうた、少年の母ですが。一瞬ドキッとした、モンペキター。確かにギャルギャルしいのの横には少年がいる。会ったばかりの頃みたいな申し訳なさそうな顔をしてる。支援。期待。追いついてもた、支援。ああ、今忙しいから食べないなら後にしてください。わかりました。カツ丼二つお願いします。食うのかよ、忙しいんだよ、空気読めよ。少年が来たのはいいけど親が来やがった。他の客も大半が知った顔出し極力おとなしくしてたかったが。おいおいお前どこでこんな綺麗な姉ちゃん引っ掛けたんだよ。とか言ってくる土方の親父。竹ちゃんだって若いんだからいいじゃないの。とのたまうおばちゃん、頼むから黙っててくれ。ちなみに竹ちゃんってのは俺だ。ほうほう。竹ちゃん頑張って。竹ちゃんまん頑張って。カツ丼ができて持っていくと。ゆうたがいつもお世話になってるみたいで。とか言ってきた。まだ忙しいんで。と断り、少年とも目を合わせずに対応した。で、間もなく客も減り余裕ができるとギャルギャルしいのが寄ってきた。まだ忙しいんでって、普通イエイエとか言うんじゃね？だってギャル嫌いなんだもん、関わりたくなかったんだもん。この子が今まで食べた分もまとめとお支払いします。少年はうつむいている。おそらく、うちのことを話して怒られたのだろう。カツ丼2つで1700円です。今までの分はこれで足りますか？ 3 万出してきた。今までも何もお客さん、今日が初めてじゃないですか。ゆうたがお邪魔していましたよね。ゆうた、さあ、まさきしか知りませんが。でも、いつもこの子がこきらで。来てません、大声出すなら早くお帰りください。ギャルギャルしいのはぐぬぬと言いそうな顔で少年の手を引いて帰っていった。少年はとても驚いた顔をしてた、少し悲しそうでもあったかも。今回は引き下がったゆうたの母、だがここで引き下がることはないだろうね。なるほど。ギャルギャルしいのは何歳くらい？20半ばから後半かと。ギャルギャルシーノと少年が帰った後ギャルギャルシーノ様、飯うまとか少しテンション上がってた。支援。金払う意思を見せたところは普通の責任ある親じゃないか。そうだよな。見た目はさておき、割とちゃんとした人かもしれないが俺はそんなことどうでもよくてギャルギャルシーだけで同じ空気を吸うのが嫌なほどギャルが嫌いだ。だいたいギャルって響きからして不潔っぽいしギャルってケバいし臭いしうるさいし言い出せばキリがないほど嫌いだ。まあそこはいいか、数日後、なんと少年が来た。追加するならギャルと関わってプラスになったことがない。お、どうした？お金。いらんよ、余り物だし。でも、お金払わないのは泥棒だってお母さんが。貯金箱をそのまま持ってきたようでリュックからドカッと貯金箱を出した。何円ですか？泣きそうな声で言われても困る。人によるのはもちろんだけどシングルマザーだと子供にはしっかりした感覚を身につけてほしいって思うらしいね。これで足りますか？とか、タメ口でケラケラしてたのにまた敬語になってるし財布と貯金箱丸ごと差し出されても困るし。多分それじゃ多すぎるかな。お詫びの分も。だからいらないって。でもそれが泥棒って。少年は泣き出してしまった。わかったよ、じゃ50円。少年の出した財布から50円もらってあとは返した。それで、今日も食べるだろ？でもお金。今日も入れて50円もらったんだけど。食っとけ、母さんにはお金払ったって言っとけ。俺イケメンすぎ笑えない。50円も取るなんて無料って言ったじゃないか。妙すれ、プルキワよ。食い終わって帰り際、また来いよ。いいの？母さんには内緒にするか、お金払ったって言っとけよ。
それでまたバレた時、少年が叱られるのはかわいそうだけど飯食えない方がきついよな。なんて正当化してる俺はきっとダメな大人なんだと思う。カツ丼食いたくなってきた。休みの日、前日に仕事終わってから常連たちと朝まで麻雀をやったから起きるともう夕暮れ時だった。タバコを買いにコンビニまで行った帰り、自転車に乗ったギャルラルシーノがいた。仕事帰りだったのか化粧は薄めだった。でも金髪だったからビッマル来たこれ状態。顔を避けてすれ違うことにした。あまるまる、店名の方ですよね。声かけんなよ、どぐされビッマル、なんて言葉を飲み込んだ。まあ。あの子がまたご馳走になったみたいで、お金払ったって言うんですが。ちゃんともらいましたんで、それじゃ。あの子、ここでうまくやっていけると思いますか？さあ、僕ももともとここの人間じゃないんで。それじゃ。あの私たち最近こっちに引っ越したばかりで。聞いてます、頑張ってください、それじゃ。ここまで行って逃げた、というか、無理やり切り上げて歩き始めた。困った顔したギャルビッマル様、今夜のおかずにしてやるぜ100%、くらいに思った。そういえば、少年は8月になってから引っ越したって言ってたし。夏休み明けから登校するとか前は広島にいたとか野球したいけどきっと道具高いしとか言ってた。確かに夏休み中に引っ越してきて学校にもまだ行ってないとなれば遊ぶ友達もいないだろう。母親も仕事で不在ならなおさら寂しいだろうな。うちの常連に学校関係者いなかったかな。なんて考えてるうちにギャルビッマルの困り顔をおかずにするのを忘れてた。親子丼ですね。そうですか、そうですか。それで俺は実家に連絡して、もう使ってないグローブやバットを送ってもらうよう頼んだ。少年野球やってた頃のグローブなら少年でもサイズ的に問題ないだろう。やたらと思い出だから、と物を取っておく両親にやや感謝。グローブボロいけど、数日後にまた少年が店に来た。今日暇か？うん？なんかあるのかと少年は少し気がついた顔をした。じゃ食ったら公園に行こう。うん、でもお店は？おっちゃん、少し外れていいよね？おう、夕方までには戻れよ。親か。で、飯食い終わってから二人で公園に向かった。ほら、ボロいけどよかったら使いな。あ、グローブ。キャッチボールすっと。お？いざ初めて見ると見事なおかま投げ、多分初めてなんだろう。投げ方を簡単に教えると、若いだけあってそれなりに見れるようになった。一時間くらいしてやめた。それやるから持って帰れ。いいの？俺もう手入んないし。やった。学校始まったらそれで友達作りな。学校いつから？あさってから。不安？うん。3日も通えばなれる。翌日、廃棄ましたギャルビッマル、少年を引き連れて開店時間きっちりのご来店、営業中の札掛けに行ったら店の前に張り込んでやがりました。キモいグローブをいただいたみたいで。俺もう使えないんで。すごく喜んでるんです。本当にありがとうございます。いえいえ、ギャルギャルシーノはそれだけ言いに来たらしい。今日もキャッチボールしようね。じゃ3時に公園な。うん、タケちゃん支援。タケちゃんマジでいい人。その日、キャッチボール中にギャルラルシーの職業が看護婦だと聞いた。看護婦で金髪とかダメだろ条項。夜勤とかあって一人の夜もあるらしい。前までは学童保育のとこに泊まっていたらしいがこっちに来てそういうのがないから一人らしい。じいちゃんばあちゃんいないの？いるよ。こっちにいんの？うん、カナダ。は？カナダ。マジか。なんでも、じいちゃんがカナダ人、ばあちゃんはカナダと日本のハーフ。しかもギャルビッマルの金髪は地毛らしい。とんでもねえ一家だった。徐々に明かされるユータ親子の謎。さらにこの後とんでもない展開が待っているよ。予想外の展開、別にギャルでもビッマルでもないわけか。ハーフとか友達にいないぞ。ありえん。父親のことはさすがに聞けなかったがギャルラルシーノはおおむねカナダ人だった。4分の3がカナダ人。父親が日本人だとしたら少年は8分の3カナダ人。やけに目鼻立ちくっきりだと思ったらそういうことか。カナダには戻らないの？え？英語わかんないよ。カナダに行くつもりはないらしい。翌日、少年は学校で仲良くやれてるかなとか考えながら時間が経ち、夕方になった。店の扉が開いたと思うと少年だった。しかもめっちゃ笑顔。よー。今みんなでキャッチボールしてたの。友達できたか。うん、でもみんな家遠いんだ。この辺は町から離れてるからな。まあでも学校楽しくなりそうだろ。うん、ありがとう。あいよ、またそのうち来いよ。いい話だわ。それからは、たまに少年が店に顔を出し遊んできただの宿題たくさん出ただの話したりキャッチボールしに行ったり飯食わせたりしてた。昼間でも涼しくなってきた頃休みだったのでばあちゃんと飯食いに行くことにした。孫にご飯食べさせてもらうなんて初めてだよ。なんて言いながらしわくちゃになるばあちゃん。ワクワクテカテカ。何回か飯食いに行ってんのにボケ始めたんだろうか。飯食って、その辺プラプラして図書館で休憩して帰るかなって頃には3時半頃だった。たまたま通り道だった小学生の前を通り過ぎると。タケちゃん。声の方を見ると少年だった。隣にはギャルラルシーノがいる。追いついた。とりあえずタケちゃん惚れた。
今日参観日でお母さんと帰るんだ。そりゃよかったな。竹ちゃんのおばあちゃん？そう、家のボス。お人形さんみたいな男の子だね。綺麗なお顔して。いつも息子がお世話になってます。みたいなごちゃ混ぜなやりとりがあって。竹ちゃんも一緒に帰ろうよ。と、少年親子と途中まで一緒に帰ることになった。ケルシーに惚れそう。俺はてっきり昔のやんちゃでできた子供がそいつなんだと思ってた。道中、ばあちゃんとケル、俺と少年、ってな具合に自然と並んでた。というか少年が俺の横に来て勝手にそうなった。俺が少年の話を聞いている後ろでは我が家のボスによる人生相談室が開催されていた。そして、なんかあったらうちを頼りなさい。いえそんな、でもありがとうございます。まあうちにはこんな老いぼれとローマルしかいないけど。おいババア嘘吹き込むなよ、ギャルラルシーノも笑ってんじゃねえ。てか結局ギャルラルシーノは本当はギャルじゃないんだろ？見た目以外はね。これが釣りでなくて、本当ならタケちゃんのばあちゃん、おもろいな。そんなばあちゃんも今は。え、ばあちゃん。ああ、さっきから友達との長電話止まんねえ。そのうち、家と少年宅との別れ道に着いた。それじゃ、私たちはこっちなんで。あらそうかい、じゃあんた送ってやんな。いやいや、ばあちゃん一人じゃん。女性と子供だけにする方が危ないんだから。いや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 。ほら、いたいた。結局、ギャルラルシーノと少年を送ることになった。三人の帰り道。いいおばあさんですね。ただのお調子者ですよ。でも羨ましいです。あの、タケちゃんみたいな家庭。はぁ？すみません、タケちゃんとしか知らなくて、お名前聞いてもいいですか？ノリタケです。あ、ノリちゃんじゃないんですね。タケの方を取られるのはこっち来て初めてで。でもそういうのいいですね。ケラケラ笑うとこは少年の母親だなって感じだ。一応言っとくけど名前は偽名だからな。なんやかんや少年宅に着いた。今日はありがとうございました。いえいえ、ばあちゃんも言ってたし、なんかあればいつでもどうぞ。ありがとうございます、助かります。タケちゃんバイバイ。じゃあなあ、あと一応言っとくとどうまるじゃないんで。え、あはは、わかりました。ほんまやで。どうまる引きずるなわらわら。中身もギャルラルの方が良かったのに、と思う俺がいる。ごめん連投だけどさ、なんでギャルは最初イメージ悪いの？そう感じるの俺だけ？タケちゃんが個人的にギャル嫌いだから、先入観もあっただろな。支援、おもろいな。支援。それ以来、ばあちゃんも少年親子を気にかけるようになって親戚からなんか送られてきたらお裾分けと言って俺をパシリに使ってた。それで冬が近づいてきた頃夜、少年から電話があった。タケちゃん、お願いがあるんだけど。おう、どうした？今日、お母さん夜勤なの。そうか、じゃ一人か。うん、あの、今からタケちゃん家行ってもいい？ああ、なるほど、いいよ。本当に？うん、泊まってけ。一人だと寂しいだろ。やったら今から行くから。いや、俺迎えに行くから待っとけ。え、でも待っとけ。わかった、待ってる。ゆうたからのお願いを聞き入れた一致、本当に親子みたいになってきたね。少年宅へ着くと、玄関に座って待ってた。とりあえず明日の準備をさせて、母親に連絡を入れさせた。飯は済ませたようだが風呂はまだみたいだった。道中、少年はやけにテンション高かった。俺も、お泊まり会とかはやけにテンション上がった記憶がある。子供ってのはそんなもんなんだろう。家に着くと、ばあちゃんも歓迎モード、お腹減ってないかとか何かと質問攻め。一イケメンすなぁ。タケちゃん、俺も家行ってもいい？そろそろギャルギャル看護婦の反撃が始まるんだろ？ワクワク。風呂で少年はやたらにはしゃいだ。広い広いと言ってずっとニコニコしてた。そんな広い風呂ではなかったけどアパートに比べりゃ幾倍か広いかもしれない。布団に入ってからも突然小さく笑い出したりととにかく騒がしかった。無意味に俺を呼んでは何でもないという、ムーミンのアスキーアートみたく。なんていうか、微笑ましくていいな。翌朝、少年を自宅まで送って学校へ向かうのを見送ってから店に向かった。店を開けて間もなくギャルラルシーノが来た。夜勤明けだからか疲れた顔をしてた。仕事メイクなのに目元がクマでくらい。キモう、あの子がお世話になりました。いえいえ、お仕事お疲れ様です。なんとお礼を言っていいか。お礼はいいけど、なんか食べます？あ、そうですよね。じゃ生姜焼き定食を。はい。夜勤明けなのに割とがっつり食うんだな、とか思いながら厨房に下がって作り始めた。おっちゃんは新聞読んでる、働け。とりあえず支援。タケちゃん優しくなったな。完成したものを持っていくとギャルラルシーノはテーブルに突っ伏して寝てた。夜勤ってのはきついだろうから起こすのも忍びない。まだ混む時間でもないしそのまま寝かせておくことにした。カウンター席だし客が来ても邪魔にならんだろうし。ある程度混んでくるとギャルも目が覚めた。もごもごとすみませんとかなんとか言ってるけどそれでも目は開ききってない感じ。帰るというのでそのまま送り出して厨房に戻った。次の客が来た時。おーい、竹姉ちゃん寝てるぞ。店に入るなり声を張った常連。呼ばれて行ってみると、入り口のすぐ横に座り込んでギャルラルシーノが寝てた。肩を揺すって起こそうとすると。
まあ、すみません、大丈夫です、大丈夫です。と繰り返す、仕方ないから常連に手伝わせて店の奥に運んで寝かせた。背が高いからか、細い割に重かった気がする。その日はひどかった。伝言ゲームみたく話が広がって俺がジャルラルシーノとできてるだの薬を持って襲う気だっただの。冗談とはいえ中の人間はえげつない噂話が大好物だ。生きる糧と言ってもいい。こんな田舎に金髪ギャルが引っ越してきたわけだし数ヶ月経ってみんなギャルラルシーノを知っていて何者なんだと気にしていた。ふむふむ。客足も落ち着いた頃、様子を見に行くと若干の服の乱れ方といい寝顔といい床に広がった金髪といい俺は新たなおかずをまぶたの裏に焼き付けた。よっぽど疲れてたのか全く起きない。確かに麻雀やった日もかなり眠いわけだしましてや仕事ともなれば納得できなくもない。太ももくらい触ってもいいよなぁとか思ったりもした男だもの。ご近所ネットワークってやつだな。田舎なところに定食屋とか建てて暮らしてみたいな。かなんなと言いながらなぜか硬くなっているのを意識せずにはいられなかった。やらしい。ギャルギャルシーノが起きないまま夕方になった。少年が友達と遊んでから帰宅する時間は大体いつも同じなのでその時間に店に顔を出さなければ直帰してるだろう。ましてや今日は母さんが夜勤明けで家にいるはずだから、その時間を見計らって電話をかけた。やっぱり少年は家に帰ってた。店に母親がいることを伝え、少年を店に呼ぶ。今日、いると思ったのにいなくてまだ仕事してるのかと思った。職場からまっすぐここ来たみたいだな。そんで寝た。もう起こしていいよね。いいんじゃないか？少年が声をかけるとギャルラルシーノはすぐに起きた。あ、ユウタお帰り。お母さん、ここタケちゃんのお店だよ。え、あごめんなさい私寝ちゃって。いいよいいよ、夜勤って大変そうですし。本当にごめんなさい。なんやかんやで、少し早いけどせっかくだからと親子揃って飯を食っていくことになった。食い終わってそのまま二人仲良く帰った。帰り際にギャルラルシーノから昨日のお礼と今日のお詫びをされた。それからは、ほぼ夜勤の度に少年は家に泊まりに来た。ムーミンのアスキーアートみたいのも、最初の頃で落ち着き普通に来てくつろいで寝て。なかなか平穏な日が続いていた。クリスマスイブ、ちょっとそれが由来だ。タケ、お前いい歳なんだからクリスマスくらい彼女と出かけろ。彼女なんかいねえよ、こんちき。今日はもう店閉めるから帰れ、な。まあ、今日は客も来ないか。だろ、たまには早上がりもいいだろ。おっちゃんもこう言ってるからいつもより早く帰ってゴロゴロしてた。リア充なばあちゃんもババ友とクリスマスパーティーらしい。帰ってきた頃にはもういなかった。ベルが鳴った。俺を訪ねてくる人は稀なので、ばあちゃんの客だなと思い玄関へ向かう。玄関を開けると少年が立っていた。しかも泣きながら。どうした？今日泊まっていい？いいけど、なんで泣いてんの？だって。と、さらにしゃくり上げる少年。母さんいないのか？お母さん、は、いる。そうか、まあ上がりな。家に上がると今で正座してまたしくしくと泣き始めた。どうせ親か友達と喧嘩でもしたんだろうな、と思ったからとりあえず泣き止むまでほっとくことにした。案の定、間もなくギャルラルシーノからメールが来た。やっぱり少年と喧嘩したらしい、理由までは聞かなかったけど、なんか静かになったなぁ、と思ったら泣き疲れて寝たらしい。ストーブついてるから寒くないと思うけど一応タオルケットをかけておいた。日も沈んだ頃、少年が目を覚ました。喧嘩したんだって？まあ、よくあることだからな。タケちゃんもお母さんと喧嘩するの？喧嘩どころか包丁で丸されたからな。え？さすれなかったろ？うん。じゃあ、なんて言われた？まあ聞き出すと今日は一緒にケーキを食べる予定だったと。でも急に仕事が入ってしまう。少年がごねて、親子で揉めてなんやかんやで。タケちゃん君生まれたかった。と。そしたら。じゃ出ていけ、もう知らない。ということらしい。母親と喧嘩したというユータ。母ちゃんいるけど、冷たくなって動かないのかと思った。とりあえず無事でよかった。ことの顛末をなんとなく言い終わると少年は泣きながら。お母さん泣いてた。お互い様だな。うん、でもお母さん泣いてるの2回目。1回目は？多分、お父さんがいなくなった時。正直言って、聞かなきゃよかったと思った。僕小さかったからわかんないけど、お父さんいなくなってからお母さんずっと泣いてた。それ覚えてたから、お母さんのこと大事にするって決めたのに。お母さん怒ってるかな？明日謝れば許してくれるだろ。本当に？本当に。タケちゃんも一緒に行ってくれる？家の前までな。一緒に謝ってくれない？お母さん泣かせたのユータだろ？ちゃんと一人で謝りな。わかった、じゃ家の前までね。家の前までな。その日は帰ってきたばあちゃんと三人で普通に飯食って、普通に寝た。翌朝、少年に起こされた。タケちゃん、携帯鳴ってるよ。ああ。朝早くにすみません。朝っぱらからギャルラルシー声だ。ユータ、そっちにいますよね？ああ、はい。今から迎えに行きますんで。ああ、はい。ほどなくしてベルが鳴った。玄関にはギャルラルシーノ。ご迷惑おかけしちゃって。冬の朝6時とか眠すぎるんですけど。
母さん迎えに来るって。謝るのに。ああ、じゃ来た時に謝れば。竹ちゃんもいてくれる。いてあげない。ケチ。まあとりあえず中にどうぞ。え、あ、お邪魔します。ユータと偶然の出会いを果たした一致。多くの時を一緒に過ごし、どこか穏やかな空気が流れているスレは、果たしてどのような展開を迎えるのか、一致とギャルやるしい母親との関係はどう進んでいくのか、続きは後編を楽しみにしていてね。